Spinner。J-Wave Innovation World Ella Podcast from the next Ella。後藤正文がナビゲートしています。イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えするのは小説家村田沙耶香さんです。村田さん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、プロフィールの方ですね、村田さんの紹介したいと思います。1979年生まれ、2003年デビュー作授乳で群像新人文学賞優秀作を受賞。2013年白色の街のその骨の太陽ので三島由紀夫賞を、そして2016年コンビニ人間で芥川賞を受賞されましたと。はい、輝かしい受賞歴で。ありがとうございます。はい、僕コンビニ人間その時すぐ買いました。あ、嬉しいです、ありがとうございます。はい、僕あれなんです、なんかね、趣味があって芥川賞の選評を読むっていう趣味があって。あそうなんですね。はい、なんか選評をなんかあの文芸春秋買って読むっていう、なんかね、あの自分の中にもこう肌に合う文体とそうでないものとかがあって、全部読めるもの読めないものってあったんですよ。ずいぶん10年以上前から読んでたんですけど、そうやってあの文芸春秋を、はい、なんで芥川賞でずっとチェックしてて、でコンビニ人間は単行本というかそれで買って読みました。嬉しい、ありがとうございます。はい、まあ後でゆっくりお伺いしますけれども、丸の内魔法少女ミラクリーナもいただきまして、はい、憲法いただきまして、はい、読みました。これも、はい、変な本ですが、いやいやいや、はい、変なって言ったらユニークという意味では通底してるというか。そうですね、変じゃない小説あんまり書いたことないですね。あ、そういう認識があるんですね、ご自分で。わざとというわけではないんですが、うん、つい一生懸命書くとちょっと変になってしまうなと後で読み返して思います。村田さん、まあ、単純なもう本当に初歩的な興味ですけど、小説っていつ書こうと思ったんですか？私はこう作家になるみたいなのって。小説は私は小学校の頃から書いていて、あれが小説と言っていいのか、すごく遊びの文章なんですが、はい、書き始めたのは小学校4年生か5年生かそれくらいの頃です。早いですね。何か悪い組織と主人公の女の子とパートナーの男の子が戦うみたいな、そういうそういう変な話をすごい書いてました。いや、なんかそれでも初めて誰かに読んでもらう瞬間っていつぐらいに訪れたんですか？はい、僕もなんか曲はね、あの浪人の時に音楽家になりたいと思って思い立って曲作り始めたんですけど、ロックバンドやりたいと思って、はい、結構聞かすのは大学入ってから友達に初めて聞かせたりしたんですよ。私は最初は小学校の頃友達に読んでもらったりしてたんですけれども、はい、すぐに結構友達がうなべる褒めるってことに気がついて小学生ってやっぱり人間関係なので、女の子同士にさやかちゃんの面白いとか続き読みたいとか、うん、嘘で褒めるなって気がついたので、友達には見せる用の小説を書いて、うん、それが誰にも見せない本物の小説をこっそり家で書くようになりました。それすごい。多分生意気だったんでしょうね。それで本気で書いたものを読んでもらったのも大学に入ってからです。大学に入って純文学を書き始めて、はい、勉強会のようなところに通うようになって、はい、そこで初めて読んでもらいました。あ、そうなんですね。すごく、なんだろう、合評会みたいなので、うん、10人か20人くらいで感想を言い合うんですけれども、すごく賛否両論とか、最初に書いた小説から気持ち悪いって人と、これは好きだって人と分かれて、うん、それで先生がいるんですが、先生がみんながいいっていう小説よりか、賛否が分かれて、みんなが感想を言いたくなるような、あとみんなが気持ち悪くなる小説っていうのは、それはそれでまあいいみたいに慰めてくださって、はい、それをずっと鵜呑みにして
今でもやってますね。僕は そういうとこが好きですけどね、そのなんかうわみたいなこと思うんですよ、触られたみたいな、なんかこの自分の奥深いとこファって触られたみたいな、うん、あとなんか俺嫌なこと書いてくれる人すごい信用しちゃうんですけど、なんていうんですかね、はい、書くことってそういうことじゃんみたいな、現実をただただ追認するために何かを書いてるんだったら、まあ、日記みたいになっちゃうような気もするし、うんうん、だから書くことでしかできないことをやらないと書くって意味ないんじゃないって思ったりって僕はしちゃっていて、最低なこととかってできはしないけど、はい、書けるっていうのは書くことのなんか魅力で、やったことも体験したこともないことを体験させられたりとか、これを読むまで考えもしなかったようなことを考えさせられたりだとか、そういう魅力って本にあるなと思って、小説が、まあ、ちょっと話長くなっちゃいますけど、僕にとっては単なる暇つぶしっていうか、そのなんか誰かの作った世界に没入するだけじゃないっていうのは、そういうところになんか触っちゃうからなんですけど、なんか私もそれは子供の頃ってすっごい本読むの好きだったんですけれども、はい、やっぱり綺麗な内容の本が多かったんで、うん、子供向けの本って特に、はいはい、それがすごい嫌いだったんですね。人参って本があるんですけれど、人参、はい、って本はすごい子供がめちゃめちゃ母親から嫌な目にあって、はい、最後全く救われずに終わる話だったんですけれど、うんうんうん、それでこんな小説ってこんなことは普通、今までなんかちょっとお説教っぽい小説が多かったっていうか、はい、それで結局お母さんに愛されてるんだよってなって悪い小説ばっかり読んでたので、うんうんうん、全く救われず最後まで愛されず、しかも主人公もなんか鳥を殺したりとかしてめちゃめちゃ性格悪くて、うん、結構衝撃を受けたことがあって、うん、それで多分小説の世界を信頼できるって思ったのが書いたきっかけだと思うので、それ小学生の時ですか、はい、小学生の時です。はい、やばいやばいって言っちゃったすごいですねそのなんか救いのなさみたいなの、ね、そういうなんか救いのない表現ってあるじゃないですか、これ全く救いがないなみたいな、はい、そういうの小学生のうちに発見できるのすごいですよね。あ、そうです、幸運ですよね。すごい幸せな気持ちだったし、大人を本当に信用できなかったけど、小説書いてる大人ってこんなことまで書いてる人って全く子供向けに書いてない人、大人なんだっていう大人をなんか信頼できる、すごい絶望してる大人っていう人がいるんだって思って、学校の先生とかより私にとって身近で信頼できる大人としてなんかいました。そんな体験したかったですね、僕もね、大人が信用できないってその深く思ったことがなかったんですよ。大人は怖いというか、子供を自分の都合のいいように作り上げようとしてる人たちだと思っていたから、うん、はい、大人がこれはもうさやかちゃん読んだ方がいいよって勧めてくる本って大体お説教が潜んでる本だったんですよね。なるほど。でも自分で見つけた本ってそういうなんか絶望しているダメな大人が書いた本だったりして、うんうん、そういう本の方を信頼していました。面白いですよね。そうなってくるとやっぱ純文学とかに行きますよね。そうですね、結局結果的には それ、うん、そういうのは書きたくなりました。なるほどね。太宰治とか最初に読んだ時くらって思いましたよ、うん、大敗的な感じというか、こういう自己嫌悪ってなんだろうなみたいな、うん、それはなんか僕文学よりも音楽の方がフィットできるっていうか、はい、イギリスのレディオヘッドってバンドの憂鬱さとかの方が自分の肌にはあったんですよね、はい、なんかね。音楽とかも聞かれたりするんですか。なんか小説は楽譜という言葉に感銘を受けたということを聞いておりますけども。それこそ大学の時に小説を教わった先生が、はい、宮原清さんという人が教えて言葉で、うん、小説は楽譜を書いていて、で読者は演奏家だっていう風にそれを教えてくれた くださった言葉なんですが、はい、その言葉を結構大事にして今も書いています、うんうん、そうですよね、僕も思います。なんか表現って読み手とか聞き手の方が大事なんじゃないかなって、うんうん、
思うこと多いですね。同じ小説を書いてても読む人によって全く違う、ま、音楽を流れるような、全く違う演奏をするような、うん、そういう感覚はすごくあって、なので読み手がこうやって演奏してくれとか、こうやって聞いてくれって、すごい強制するようなのよりかは自由に読んでもらえたり方が嬉しいです。僕もそう思います。すごくそこ共感しますねなんかこの歌詞の意味は何ですかとかって聞かれたりするんですけどいや、なんか言ったら気持ちいいし、なんかその時のフィーリングにめちゃくちゃハマってる言葉だと思ったんだよねみたいな、意外と深追いしてない言葉とかもあったりして、自分の中ではね、でも自分の気持ちとバチッと合ってるんですよ。で、それは何だろう、ただ言葉だけじゃなくてメロディーと一緒に捕まえてるみたいな、音楽を作り始めた頃の時は。歌詞とメロディーは同時に作ったりするんですか？最近は割と早くその距離が縮まってるんですよ、はい、言葉とメロディーの距離が。だけど僕は基本的にメロディーから作ります。だから、ね、はい、だからその僕がどう考えてるかっていうのをその日本語にする前に、はい、まずメロディーが多分、はい、僕の気持ちを翻訳するんだと思うんですよ。でそれは一体どんな思いかっていうのを言葉で探すって方が、僕の表現の言葉にするとそっちの方が近いというか、歌いたいことを歌ってるというよりはこう表したい音楽があって、はい、それにハマる言葉を探してるっていう順序かもしれないですね。でメロディーが浮かんで、そこでポコンと浮かんでくる言葉って面白いですね。そうなんです、思いがけない言葉とか、はい、同時に出てくる時とかもありますよ、うん、時々そ うわ一緒出てきたみたいなでもそれたった一文だったりするんで、うわうわうわみたいになりますよね。あ、このたったワンセンテンスどうしようみたいな。それってどのようにメモで手書きで書き留めてらっしゃるんですか？昔は、若い頃はもう次の日に忘れたらもうダメだと思って、はい、俺が覚えられないようなものが名作なわけがないみたいな、名シーン自分の決まりがあったんですけど面白い。小説とかはどうやって書くんですか？それとなんかこう自分の中で練って練ってみたいなプロットみたいなものを。小説はなんかすごい人によって全然違うんですが、はい、私の場合はノートにまずは登場人物の似顔絵を書いて、はい、似顔絵、似顔絵とか、 なんか着てる洋服とか、うんうん、身長とか、うん、誕生日とか、 なんかどんどん出身地とか決めてって、履歴書みたいなのを作って、はい、それでどんどんページをめくって登場人物が何人か喋ってるシーンをどんどん作って、それである程度シーンがたまったらガーッとそれをデータにして、はい、パソコンで打って、うん、プリントして、うん、で真っ白な紙と一緒に持ち歩いて手書きでどんどんシーンを加えていく、なんか手の作業がすごい多いです。それすごいですね、面白いですね。なんか暮らしの中であるんですねそういう意味ではね。そうですね、バンと部屋にこもって、はい、行ってきますみたいな感じで作業部屋に入って書く人もいたりするじゃないですか。そうですね、うん、そういう人は尊敬します。私はもう本当にそういうことができず、はい、喫茶店、今は喫茶店あまり行けなく、コロナで結構行けなくなってしまいましたが、はいはい、喫茶店ですごい書いてました。でもどうなんですか、その街中に出るってことは自分の創作にとって結構意味があったりしますか？すごい意味があると思います、はい、その喫茶店とかで隣の人のおしゃべりを聞いたり、うんうん、ざわざわしてるのを、うん、聞きながら書くのがすごい好きで、はいはい、僕もなんか似たようなところがあって、僕は本当街中こう出歩いたりしないと曲書けないんですよね。そうですか、はい、あとはなんかこうそのさっき風景とかシーンの話されましたけど、自分の、はい、中でもそういう貯金がなくなってくると言葉が出なくなってきちゃうんですよね。あのだから旅行行くと曲ができたりして、本当に帰ってくると、あ、なんかそれはすごいわかります。ずっと同じ風景の中でいると、うん、なんか言葉も枯渇してしまいますよね、うん、違う風景とか違う文化とか、はいはい、いや本当そうなんですよ、うん、だからそういう意味では僕地下鉄とか電車とか、うん、常に乗って暮らしてないと曲ができないですよね。なんかね、で
電車っていいですよね。電車いいです。だから最近こうなんかのなかなか乗るのに躊躇があるんで寂しいなと思いながら、はい、電車でどこか行くの好きですね。なんか窓の外に光景もあって、うん、電車に座ってる人ってすごい想像させますよね、いろんなこと。わかります。街中で人見るのって結構大事だなと思うんですよね、なんかねその人の人生とかを想像するのが好きですね。いや僕もそれなんかすごい同感です、うん、昔なんか新幹線ですごいおばあさんがおじいさんにこう怒鳴りながら、うん、もう着くわよ降りるわよみたいな感じでものすごい引きずり出そうとしてて、でおじいさんもうめちゃくちゃその座席のなんかあの滑り止めみたいなところをポコってなってるコブみたいなところにしがみついてて、うわーと思ってなんかメンタル的なトラブルなんじゃないかなと思って、とりあえずあのおじいさんのところに近寄ってってそのおじいさんの手握って手緩めてみたいな、おばあさんと一緒に降ろすみたいな、うん、大丈夫だよとか言いながら送り届けるのやりましたけどね。その後すごい考えちゃいました、その二人のこと。その後おばあさん、うん、まだホームでずっと怒鳴ってたんですよ、じいさんのことを。 あんたのせいでどうちゃらこうちゃらっつって、おばあさんももともとあんなじゃなかったんじゃないかとか思っちゃったりとかして、例えば介護の疲れからどん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 こうストレスが溜まってってこう爆発せざるを得なくなっちゃったのかなみたいな。そう、あとじいさんのそのすごく硬く座席のコブを握った手のね、あの力みが忘れられなくて、あんな強く握るかしらみたいなこと思っちゃったりとか、うん、一瞬出会った人でも忘れられない人っていますよね。そうなんです。小説ってなんかそういうことを思い出させたりも しますね。たった あれだけのシーンをこうやって書くんだみたいな。小説書く人のすごいところってその中で誰の着てる服を書かなきゃいけなくて、これは書かなくていいんだっていうのを多分意識的なのか無意識的なのか選択していると思うんですよね、書くこと書かないこと。そうだと思います。でも書いてない部分もを書いてる時もあるので、なるほど、文字にしてない部分を、うん、それは小説の面白いところかもしれないですね。そうですよね、うん、確かに小説ってすごい、まあ、変というか、うん、何でも書けるし、でも文字の世界だから読者の想像で同じ人物でも全く違う服装や声とかで再現されてたりするし、隙間が多いものですよね、うん、小説って。分かります。だからなんか村田さんがそうやって隙間があるものだし、これ読み手に余地があるんだよって言ってくれてるのは、うん、なんかすごく心地いいなと思っていて、読み手の一人としても。 ありがとうございます、はい、この後も村田沙耶香さんに言葉から生まれるイノベーションのヒントを伺っていきます。後藤正文がナビゲートしていますイノベーションワールドエラー、今回は小説家村田沙耶香さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ここからは新刊の話です。丸の内魔法少女ミラクリーナっていう本読みました。 ありがとうございます、はい、これあれなんですよ、想定あれ中井さん、あ中井さんです、はいはい、中井さん僕あの何度か食事とか行かせていただいて。あそうなんですか。僕の本の想定もやっていただいてるんですよ。あ何冊も、はい、すごい素敵な方ですよね、はい、すごく面白いですね、うん、そうなんです。それでああと思って、そしてこのねすごい素敵なその表紙でこれでもジャケ買いしたら結構面食らうことが書いてある気がしますけどね。そうですね、そう大変面白く読みました、うん、こう引き続き性についてのことだったりとか、はい、正義についてのことだったりだとか、あとこう自分たちのイメージの話だったりとかね、固定されたイメージとか、はい、幻想だったりとか、うん、欲望だったりとか、割と人間が執着しちゃうものについての問いかけみたいのがやっぱり読んでて自分の中に立ち上がるなと思って読ませていただきました。それは結構昔に書いた短編3つと最後の変容というのだけが割と最近の作品で、うん、そういうのもあって自分のなんだろう、その時々の興味のあったこととかが、うん、結構ダイレクトに出てる作品集になってる気がします、はい、変容とかはやっぱ最近のこう自分たちの社会のあり方とかもちょっと考えさせられるなみたいな。
トレンドとかで、ね、作られていくわけですけど、はい、どこの業界でも、はい、それを人間でやってるところのすごい。なんだろう、でも何かが言語化されて知らない言葉がいつの間にか流行ったりして、うん、知らない感情がいつの間にか言語化されたりしてることってありますよね。そうですね、今だったらエモいとかね。そう、僕が使ってたエモいとまた意味が違うらしいんですよ最近。うん、そうですよね、うん、なんか使ってエモいとかが確かにバーッとみんなが急に使い始めて、自分では全く意味が分からず検索したりとか、そういうことを思い出して書いた、そのナモムっていう架空の言葉を考えて、はい、うんうんうん、その言葉が言葉がいきなり流行っていて、その代わり怒り起こるってことが全然分かんなくなって、うんうんうん、でもなんかそういうことある気がしてるんですね。いや思います、それは江戸時代とかに生きてた人たちのに信じられないような感覚で生きてるんじゃないかって気がしますよね。あ、わかります、うん、あ、そのそれこそ江戸時代とかにはなかった、当時はあった言葉がなくなってたりとか、うん、そうですよね。もしくは全く言語化されてなかった感情をすごい大事にしてたりとか、うんうんうん、そういうのが好きですね。言葉の意味が変わっていくことに対してってどういう気持ち持ってますか、うん、ネガティブかポジティブかっていう。割とポジティブな思います、うん、言葉は本当生き物だと思っていて、はい、同じ言葉が全く違う意味になったりとか、うんうんうん、そうですよね。そういうことはすごい面白くて好きですね。言葉って柔らかいものだと思うんですよね。わ、はい、うん、かります。でもなんかほら辞書とかで標準語みたいなものを設定してるからそういう問題が起きてるけど、本当はなんかその地域だけで流通した言葉って方言ですけどいっぱいあるわけで、そうですよ ね、なんかもっとなんかリアルタイムなものだよ言葉はって思ったりしますよね、なんかね、うん、それは本当に思います。一方でこうなんていうんですかね、面白いですね。やっぱり言葉も感情捕まえてるんだなみたいな。だから多分なんかもう最後もう音読するのも難しい言葉で変容終わりましたけど、そうマミマヌンデラを俺はどういうイントネーションで読んだらいいのかも全然分からずめっちゃ面白かったですけど、はい、ありがとうございます。いやいや、でもそういうものは1000年後にあるかもしれないですもんね、リアルにね。そうですね、1000年後は本当にあのみんながそういう言葉を使ってマミマヌンデラだね、これはめちゃめちゃとか使ってる可能性もある、うん、生まれて死んでいったかもしれない、うん、死後みたいにマミマヌンデラ一回流行ったけど死後になる可能性もありますもんね。あるんです、死後っていうのもありますよね。そうなんですよ、そういうのも面白いなって思いますね、なんか言葉ってこう使ってるとイメージが ついちゃったりして、やっぱ書き換えていかないといけなかったりとか、マミマヌンデラ的なものは俺はあった方がいいんじゃないかって思ったりするんですよね、うん、最近だとね、そのハウルっていう詩、ギンズバーグのハウルっていうのをいろんな人が訳してるのを読んで、はい、そのギンズバーグがホーリーホーリーホーリーでずっと言うんですよ、なんかも連呼するんですけど、はい、それをねどう訳すかっていろいろ考えたりすると、聖なるかなって訳してるのもあったりだとか、最近柴田元幸さんはなんか多分ひじりってそのままね、不正って感じで書いてあっただけで何て読むか分かんないですけど、はい、どれも違う気がするっていうか、僕ホーリーはホーリーなんじゃないかみたいな、あ訳せないけど、ね、でも多分これどうにか訳さなきゃいけなくてみたいな。確かに日本語になってないですよね。だからあのホーリーって言った時の感覚そのものが、うん、正って言うとずわってずれる感じがするというか、うん、そう、その翻訳のずれってありますよね、うん、コンビニ人間が翻訳される時、はい、いらっしゃいませをそのまま、他の翻訳家さんはウェルカムにし翻訳していて、はいはいはい、でもそれを翻訳してくださった女性の方はいらっしゃいませはウェルカムとは違うから訳せないって言っていらっしゃいませのままで、なんだろう、ローマ字みたいにして訳してくださって、うん、それがすごい印象的だったんですね。なるほど、でも そういう言葉いっぱいありますよね、確かにね。あとなんかそういう意味では感覚とかもまだまだある気がしていて、はい、我々がちゃんとこうなんていうんですか、言い当てられてないような
書き当てられてないようなことっていっぱいあるような気がしていて、うん、あると思います、はい、なんかまだ言語化されてないけど、うん、あ、いるなこういう人とか、うん、あるなこういう気持ちっていうのがすごいいっぱいあるんじゃないかな、うん、小説家がもう何百枚も使ってやっと書くようなことがいつの間にか一言で言えるようになったりとかすることがある気がします、うん、そうですよね。究極的にはなんとなく書いてる人たちってなんかとはいえ書ききれないんだってことともなんか向き合ってるのかなって思ったりとか書いても書いても言い当たらんなみたいな。そうですね、書いても書ききれない。でもあんまり何を書こうとっていうゴールを決めてないんですよね、うん、小説の中で何が起こるか全く分からなくて。あ、そうなんですね。むしろ、うん、こんなことが小説の中で起きて、うん、手に負えなくなってく絶望ありますかね。なんかどんどん手に負えなく、はい、それ面白いですね。自分の中でその世界観というかもう本人書いてる本人も捕まんなくなっちゃうんですよ。そのキャラクターたち、キャラクターというか登場人物の振る舞いがね。そうですね、まあ、登場人物がどんどん勝手に、まあ、動くっていう言い方を結構小説家ってするんですけど、勝手に喋るようになって動いくようになって、面白いな。もうそれを追いかけるので精一杯で、やっぱじゃあ書かされてる感じありますね、やっぱね。あ、そうですね、うん、なんか小説家は小説の奴隷だっていう言葉も同じ方に教わった言葉なんですけど、すごい大事にしていて、本当にあの書かされてる感じがします。なんか僕すごい優れた表現者とか見ると、あの人はただ単にこうそういうクリエイティブの湧き出し口じゃないけど温泉みたいなもんで、うん、あっこが今つながってんだみたいな、大事な表現のなんかコアみたいなものがどっかにあって、で湧き出す穴は世界中にいくつかあるんだけど、はい、みたいな、そういう見方しちゃいますけどね。やっぱ自分のことはさておいてますよ、人のとこ見るときに。あ、あの人つながってるみたいな。うん、だから尊いなと思いますけどね。多分でもそれ、多分そこに接続するの楽しいことだけじゃないんだろうなと思ったり、ある種選ばれちゃって書かされてる奴隷ってさっきおっしゃってましたけど書かされる喜びもありますね、うん、でも、うん、なるほど、すごい。自分が多分頭だけで考えては、うん、考えてたら全く思いつかないようなことを主人公がやり始めたり言い出したりするので、それは嬉しい。でもそれを書いていくのすごい大変でなんですが、嬉しいです、ね、消耗します、書いてる時って。いや、むしろちょっと興奮してしまうことが多くて、結構音楽に頼ってるのは眠れなくなって、うん、小説をだいたい今できなくなっちゃいますけど、深夜の2時とかまでファミレスで書いたとして、うん、すごい興奮して眠れなくなった時に頭の中にものすごい映像が溢れてくるので、はい、ちょっと外に出さなきゃいけないような時があって、はい、そういう時に音楽を聴きますね。音楽を聴いて、うん、頭の中で映像を作るっていう聴き方をするんですけれど、あ、そうなんですね。そうするとちょっと楽になる、うん、なって眠れるんですが、ちょっと自分のその小説に向けて盛り上がったところが沈静化されるというか。そうですね、音楽の力でなんか映像にすることでちょっと体の外に出てくるんですかね、興奮が。多分だいぶ時間が経ってしまったんですけど、すごく楽しくて、はい、はい、なんかありがとうございます。今後なんか書きたい作品のビジョンとかって今お持ちですか？今ちょうどすごい結構長いものを書いていて。はい、書かれてるんですね今ね。多分うまくいけばもう文芸誌に連載が始まるように頑張ってるところなんですが、それをとりあえず書き上げるというのが目標です。あ、はい、そうなんですね、楽しみです。それ発表される時を心待ちにします。すごい、あ、多分本になる、早く本になるように頑張ります。はい、はい、というわけで、はい、From the Next Era、 今回は小説家村田沙耶香さんをお迎えしました。You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.